どうも、良い風景です。新女神転生ディークストレンジャーニーの実況プレイです。多分ラスボス、兄形態の連戦でした。ここはどうするかな。アイテム使うか。なんだっけ、将来石使うか、それとも見つけないのか。まあいいか。防御相性わからないね。また何が弱点か探すか。また万能で押してくってパターンかもしれないけど、誰出す。またアリスにして、マスターキャンディーに期待かな。あとはまあ手と技、念のためガン反射グー。これは弱点を克服しておかないといけなかったっぽいな。ガンは効かない。疾風かけるか。まずでも耐性整える方が先な気がするんだよな。このターン相手も回復しようか。そしたらラストキャンディーかけて誰か出す。誰がいい。状態じゃなかった、弱点とかあるのかな。まあ念のため探しますか。デスカトルボか。これはあれか、サバトマか。サバトマを使ってみたいと。痛い。サバトマちょっと遅かったな。そしたらとりあえず回復はこのターンに入れる。でも反射したぞこれ。怖いですね。まあいいか、尻尾かけてみるか。アギ回復入れたいと。メシアライザー、あーナンバーマーズ入れていいか。火炎だ。あー落とされた。アリスってダメか。尻尾は一応通ることになるか。他の弱点があるかどうか確認しないといけないか。誰か出す。ペールライダー、さっき落とされましたけどね。でもバンドージェクさん攻撃を持ってるんで、トランペーター作ると正解だったな。バンドマさん2回目いる。危ない危ない、痛い。よし、では物理反射、魔法か。弱点が何かないかどうか確認しよう。火炎、マハラギストーンと氷結かけてみると。回復は入れたいね。これでメシアライザーとは電撃、これでどうかなと。あ、弱点ある。くそ。弱点あるね。そうすると火炎が弱点、打ちまくり使うか。テトラジャは、まあ、とりあえずカンベイが有効であればいいか。打ちまくりで、ちょっとしつこく出していこう。デスカトルボか。あ、え、いやミュートラーって書いてあった。全部飲み切れんかったけど、ミュートラーって誰なの。マジかー、これは辛いぞ。殺されてはない。戻されたか。ミュートルの悪魔を返されるのか。マジか。召喚する気ないよね。そしたら、なんか出す。
フェルライダー、サバトマ、デスカトロップか。うわ、よく生き残ったな。どうするか、回復どうにする。とりあえず火炎弱点は変わらないな。回復を入れたわけだけど、砲撃でいいか。トランペッターは MP 回復したいな。でももう少し我慢する。メシアライザーじゃなくてランダマイザーマイナスに入ってるね。とりあえずこれでやってみるか。物理で打ちまくり、マハラギダイン、よくは効いた。火炎来た。大丈夫だな、生きてるな。あ、火炎反射になった。電撃わからないな。ちょっと待てよ。イカで仕掛けろということか。ということは、まあ、とりあえずアイテム、チャクラポット使いましょう。回復を入れたい。ペールライダーは、打ちまくり、マハジオダイン。ヒットスイッチか。しかも落とされた。マハジオスタンでいいかな。あ、まあジオンガスタンにしようか。サバトマ、誰かいないか。ホワイトライダー使えるのかな。やってみる。回復もあるし電撃もあるし、大丈夫だな。勝利をこの手に。これそろそろ消されそうだよな。でもやる気はないね。回復どうする。いいか、押してしまうぞ。押せるときも押す。よし、2回目入ったぞ。このターンで削りまくるんだ。メモアレフ、うわ、何だった今の。あ、これ、まあいいか。ちょっと待て、まだ押していけるな。このターンでガンガン減らす。氷テスカトルフか、危ない。ホワイトライダー危ない。よし、ここはアイテムで回復する。どうするか。いや、でも押せるときも押したいな。アイテムだと確実に回復できるけど、間に合ってくれ。頼むぞ。なんだこれ。あ、落とされた。テスカトルポカがミスったー。敵より先に攻撃できる。よし、そしたらここで倒されたのかな。テスカトルポカ倒されたね。じゃあ出しておく。で、シーヌイカツチ頼んだぞ。よし、いいぞ。赤まで持ち込んだ。大洪水まで生きているな。よし、デスカトルとかの NP が危ないな。でも忘れてくも押していく。まだ電撃だ。ここでメシアライザー、シーヌイカツチ、マハジオダイン頼むぞ。回復きた。よし、いいぞ。
けるいけるいけるいける、うん、ブロック物理攻撃かこれ、あともう少し、じゃあこのターンでいけると信じたい。デスカトリブ感 MP がないのか、まさか、まあ物理だ、シーレン形ない、物理よし倒した。消え去ってマジ消え去ってください。力をつけ、だがお前たちに未来を作ることなど作ることなど。倒した。いやー倒しましたね。ちょっとアリス難しかったね。結構強化したんだけど、やっぱりレベルの高い悪魔じゃないと無理ってことか。ふう。ダメ。やっぱり HP 高いっての重要なんだな。うん。ん。ああ。ホワイトミルク味。こちらアーサー、応答を願います。あなたのメムアレフ撃退を確認しました。ミッション。ホロロジウムのエキゾチック物質の終了を承認します。ふぅ、メムアレフが倒された影響と推測されますが、シュバルツバースの重力場に揺らぎが見られます。シュバルツバースが予期せぬ自戒を起こす可能性があります。破壊を急がなくてはなりません。直ちにレッドスプライトに帰還してください。はい、これで帰ればいいのかな。でもまだなんかあるみたいだな。うん、続きあるみたいですね。じゃあちょっとセーブでも。ん？約束通り話をしに来た。この音楽はまた打たれそうな雰囲気じゃんかこれ。会話を始める前に2つの情報を提供したい。あ、なんだ。どちらも我々が未来で見聞きした事実。はいはいはい。アレックス、いいだろうか。え、 OK バーディ。分かりやすく2つの情報を朗報、秘宝と呼称し説明しよう。うん。まずは朗報。ほどなく訪れる未来だ。おめでとう。調査隊はシュバルツバースを破壊し地上へ戻る。地上は安寧を取り戻すだろう。うん。で、なんではいけないの。人間は君たちによって救われたのだ。それが間違いだったとは言わないわ。でも問題は救った後だ。なんで。それは未来の人の責任なんじゃないの。未来で何があったにしろさ。秘宝を告げよう。人間はシュバルツバースという脅威を経てさえ変わらなかった。それは僕のせいじゃないと思うけどそうでしょ。僕のお肉とかホルモンにされる言われはないと思うんだけど。シュバルツバースは人間の手によって破壊できる。その事実が変わる機会を奪ってしまった。じゃあシュバルツバース破壊されない方がいいってことなんですかね。喉元すぎればあとは同じだ。戦争で殺し、快楽に溺れ、飽食に興じ、人間はただただ地球を汚染した。
そして奴らは現れたわ。ん？誰？悪魔か？そうだ、シュバルツバースが再び出現し悪魔の侵攻が始まった。しかしシュバルツバースの恐怖を忘れた人間に悪魔に対抗する術は残っていなかった。悪魔の侵攻が本格化すると1週間と持たず人間は敗北する。それはさ、でもオタクらが弱いからでしょそれ僕らに関係ないでしょ。それはこれが事実だ。我々を待ち受ける未来は普遍による滅びだ。あなたは地上に終わりをもたらす。実は僕のせいじゃないでしょそれそれはオタクラが何とかしなかったからでしょ。人のせいだよそれは責任転換もいいとこじゃないか。だからそんな未来を選ぼうとするあなたは絶対に殺さなければならない。それはちょっとさなんか間違ってないかい。それが悲劇を回避するために私たちの出した答えよ。どんな小さい脳みそで考えたんだよそれ。しかしあなたは死ななかった。我々に命を狙われながら生き延び未来の技術を打倒してみせた。その過程であなたはアレックスを二度も生かした。一度は見逃し、二度目にはゼウスから救ってくれた。不本意だったんだけどねそれはなぜなのか。再検討の結果我々は一つの答えに行き着いた。あなたは命の重さを知っている。今のあなたがそういう人間なら信用に値するわ。だから初めてこう言える。私に力を貸して。私は絶対にあの現実を変えないといけないの。とりあえずさ、 お肉にする前に言ってくんない。そういうことは本当にしょうがねえな。ああ、ん、はい、ありがとう。ではまずは私とアーサーの情報を合一すべきだと提案する。ああ、なんだそんなことできんの。通信回線を拝借させてもらおう。その最初になって、ハロージョージ、私は司令コマンドアーサー。アーサー食ったくないね本当にね。あなたの情報提供を感謝します。心広すぎだなアーサー。ハローアーサー、未来のためあなたの英知を貸してほしい。もちろんです、ジョージ、あなたと回線をつなぎます。同期終了。アーサー、この回は現実的ではない。だがかなりの角度で正しいという結果が出てしまった。何？私たちが導き出した結果です。信じましょう、ジョージ、隊員、アレックス。私たちは回を導きました。優しく言ってほしいね。未来の破壊を回避するためにはシュバルツバースの破壊と監視が絶対条件です。どういうこと？まずはこのシュバルツバースの破壊です。それは多分爆弾も入手したしできるんだよね。これは当初の計画通り調査隊が保有している宇宙ランと核弾頭で破壊可能です。しかしこれだけではシュバルツバースは間違いなく再び出現してしまいます。だからこそシュバルツバースを監視する存在が必要となるのです。その存在がシュバルツバースを破壊するってこと？そうです。シュバルツバースの内部に残り監視をし、出現するたびに破壊する。これを繰り返すのです。それはさ、誰が残るのそれ？誰がそんな仕事するのそれ？監視と破壊を続けるって人間に可能なの？可能だと出ているのだ、アレックス。宇宙ランの利用用途を応用すればこちらで永続的に活動することができる。なんか選択してたよ。宇宙ランが足りなくなる。足りなくなるの？じゃあ、え？
どうやって破壊すんの？アーサーの英知と私の情報を合わせたことによりその問題も解けている。アレックス、アモンから入手したフォルマを出してくれ。アモン、あのかわいそうな人。これはあなたが集めていたフォルマで間違いない。うん、説明。彼に習い実りと呼称しよう。この実りは宇宙蘭のかけらだ。あ、そうなんだ。全ての実りが揃っている今、足りない宇宙蘭とシュバルツバースの破壊、その両方の問題は解消されたも同然だ。そういうこと。この実りには面白い特性があるのよ。持ち主の能力を限界以上に引き上げる。その効果は刺激する悪魔にも作用するわ。ジョージの解析が役に立ったわね。そうだな。かけらではなく完全な実り宇宙蘭を使うことによりその特性は従前に発揮される。南極を覆うほどの大きさは無理だが、出現したばかりのシュバルツバースなら十分に破壊が可能だ。そんなことできんだね。これで監視と破壊を永続的に行える存在をクリアできる。そういうならこれは預けるわ。これがあればあなたは宇宙蘭を作れる。あ、そう、こんなのあったね。そう、あなたが持っていたの。これはあなたが持っていて。え、なんか端末もらいましたね。お守りよ。あなたがそれを持っている限りあの未来はやってこない。どういうこと？約束して。ん？選択肢はない。どうしたんだろう。ジョージ、未来に別の可能性が生じたものと推測。その結果我々のいた未来が消えかけているのだろう。当然我々もなかったものとされる。そう、最後まで見届けることはできないのね。ああ、我々の旅は完遂されたな。願わくばアレックス、君の次の旅には幸いを。オーケー、バディ、少し休んだら次の旅に行きましょう。きっと楽しい旅になるはずだわ。オーケー、バディ。見ての通り私たちの旅はここまでみたい。あなたの助けにならないことだけが心残りだけど、あなたになら未来を託せるわ。なるほど。ありがとう、私を信じてくれて。未来をお願いね。まあなんかちょっと寂しい気もしますね。彼らはあなたに未来を託し消えました。私たちには彼らに応える義務があります。あなたの旅はより一層厳しさを増すことでしょう。しかし安心してください、あなたは決して一人じゃない。私たちで困難なミッションに立ち向かいましょう。我々は宇宙蘭を作る必要があります。実りを資材班へ渡してください。アービン、ここに来て大活躍するんだな。それはムスッとタケダケシーノではなくて、そのかけらは私が集めていたものですわ。あ、デメテルに怒られる。それを必要になったから使ってしまおうだなんて、人間はいつの時代も変わりませんわ。やはり人間には導き手が必要ですわね。ん？そうだね、譲ってくれ。なんかデメテルと敵対するパターンかな。仮に譲ったとして、それでどうするつもりですの？まさかあなたが使うなんて言いませんわよね。し
植物にとって過ぎた水は根を腐らせる毒ですの。宇宙卵という水は人猿には多すぎますのよ。猿って言われた。私の役目はこの宇宙卵を正しく所持者に返すことですの。あの3人の霊に。あ、そうなんだ。あいつらは仲間なのって見てる。まさかの展開なんだけど、どっちかっていうとこうカオス寄りなのかなって思ってたんだけど、ルシファーは配下じゃなかったんだね。逆だったね。あ、なる。ハーベストですな。これで過酷な旅も終わりですわ。新たな豊穣の時代ではじっくりと腰を落ち着けたいですわね。さようなら、愚かなで。本当に本当に感謝してますわ。取られた。取られたぞ。まずいことになりました。これデメテル倒さないと。あの宇宙卵がなければ最後のミッションを完遂できません。あ、宇宙卵奪還ですが、ん？シュバルツバースの崩壊が近い今、探索に時間をかける余裕はありません。つまり奴らの居場所を知りたいということか。来た、真打ち登場。そばに誰かいるのですか？いるね。てかこの人の配下だと思ってたよね。違ったんだね。私のことは気にしないでいい、偽りの霊よ。小賢しいあの霊どものことだ。おとなしく手をこまねいているとは思っていなかったが、まさか君を使っていたとはね。騙し騙されは我らが両分であろうに。さて、どう言い繕おうとも、これは君の落ち度となろう。なんかまた怒られてる。道は私が示す。故に己の力で挽回し、あの子に託されたものを取り戻したまえ、託し去っていったあの子が安心して眠れるようにな。その人物の話に乗るべきだと助言します。私たちにはアレックスとの約束を果たす義務がある。意見の一致は見たか。ならば嘆きの腹、その最下層より実天へ至れ。そこに奴はいる。そして倒してくるといい。旅の終わりを邪魔した無粋な神よ、そのための道は私が開こう。ここに来てルイサーファーが助けてくれるんだ。なるほど、そんなことになってしまいました。なるほど。でこれで戻れるのかな。うん、じゃあ転送しちゃっていいかな。これでまあ帰ってきましたね。なるほどね。じゃあちょっとみんなの話も聞いてく。とんでもない展開になりました。ちょっと古い話だね。まあいいか。じゃあ今回はここで終わりにしようかなと思います。実典、あれはねダンテみたいな展開になってきたね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。